今日おめでとうございます、納車。オプションついてるの知ってます？おさすが。これはなかなかないですからね。そうですね。結構いろいろ探してもやっぱ、バランスに注意しかなかった。はい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 。なんでセルシオを欲しいと思ったんですか？まあ、もともとセダンに乗りたかった。はい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 。はい。で、あと結構自分、古い車を乗りたいっていう憧れがあって、まあ、ちょうど前乗ってた車が、今年で車検が切れるんですけど、はいはいはい。まあ、そのタイミングで、と思い切って。ああ。でもだから古い車って結構いっぱいあるじゃないですか。まあ、ありますね。で、まあ、セルシオになったのは何で？そう。なんでしょうね。本当は、はい、もっとこう、形が四角い感じの、要は、マーク2とか。ああ、さらに古かったり。古かったり。ああ、はいはいはい。好きなんですけど、はい、ただ、今乗るとなると、中で友人とかに勧められて、はい、だったら、20セルシオとか、はいはいはい、そうなんじゃないって言われて、あ、最初20セルシオ結構見てたんですけど、はい、まあ、中古車屋さん結構巡ってって、やっぱり20セルシオあるとか、30もあるんですよ。はいはいはい。で、こう、20って30もあるときに、やばい、30の方が、なんかかっこいいなと思ってきて、ああ、なんか30乗りたくなった。はいはいはい。ああ、こうバーッと外装見て、はい、なんかいいなと思ったポイントとかある？まあ、うん、シェルシオの後ろ好きなんですよ。これですか？はい、ちょうどここが。でも好きで。ああ、でこういうデザインはないじゃないですか。ないです。なかなかこれ。ああ、なるほど、デザインでね、デザインから入っちゃうと。ああ、これいいですよね。このデザイナーすごいなと思ってね、自分。さすがですよね。リップカー。あとは、うん、やっぱ V8 エンジンってところですよ。ああ、はいはいはい。V8 搭載車がもうなくなってきてますからね。はい、あ、そうですね。初開封ですか。そうですね。綺麗なんで、あ、やっぱり気に入ったポイントではあります。中全部これパネル一枚一枚外して見させていただきました。おお、ピカピカですもんね。ありがとうございます。ピカピカです。4.3 リッター V8 ですよ。ここで聞いても超静かっていう。これがよくなんかセルシオの。そうそうそう。そう。まず一番うるさいのが本当はエンジンなんですけど、エンジンをまず静かに作ろうと。内装は、はい、インテリアの内装とかご存知ですよね。ね、革とかね。すごくないですか。すごくて。これすごいな。これも やばいですね。はい、正直この人呼びしました。これすごい綺麗な状態ですね。はい、大体結構ねこの辺はやられちゃうんですけどね。結構こういろんなね、めっちゃ。見ました。お、さすが。やっぱりここまで状態がいい選手ってなかなかなくて、てかここしかなかった、ここしかなかった。そうで一番使うから一番劣化がね、はい、どうしても激しいんで、もうこれは本当運ですよね。はい、距離が何3万9000キロ。すごいね。いや、美しいね。社長のこだわりがすね。お客様の教えてやっぱり毎日自分ご自身が座られることなので、やっぱり一番状態があるのは当店で探しています。すごいね、ここはね、本当めったにないですもんね。で天井はね、アルカンタレ張りで、これも違うんですよね、天井が。シートヒーターとか、ああ、そうですね。搭載されてて、そうシートヒーターもね、ついてますしね。後ろの席、うん、シートヒーターついてるって結構、で前の運転席、助手席がついてても後ろついてない車、はい、しか知らなかったので、後ろもついてる、ね。やっぱいい状態、すごいですね。いいです。まあマットもそうだし、ねえ、これはすごいわ。ちなみに後ろって座ってみました。見ました。あ、すごいですよね。すごいですね。
基本的には運転されるんですか。します。じゃあ誰か乗せる時もかなり喜ばれますよね。もう本気の友達も友人も、はい、すごい。これみんな乗って帰るんですもんね。今日はい。これ最高じゃないですか。はい、友達も。これからこのセリシオは、どんな風に乗っていく予定ですか。まあ、ちょっとね、今こういうご時世なんでね、はい、なかなかね、遠出しづらいですけど、はい、収まったら、このセリシオで結構4トップ行きたいですね。うんうんうん、あとこのままノーマルで乗っていく感じですか。それともカスタムして。あとカスタムを。なるほど、だんだんとね、ノーマル味わって。We'll be right back.